おはようございます。今日どこの現場行くんですかね。今日は地元ですか。地元の。ああ、な感じで行くんですかね。まあ、ガラス入れたらちょっと違うんですけど今日は。え？思いますか。まあ、違うことなんですけど、まあ人生の仕事に全員行くので。ああ、行って。はい。今日どこの現場行くんですかね。僕ですか。はい、僕はちょっとガラスとは今日は関係ないんですけど、まあまあ年に1回2回のちょっと、まあまあとりあえず行きましょうか。行きましょうか。あ、暑いですねこれ。本当暑いですねこれ。二戸君は何年になったんですかね。経験年数は、経験年数がうちでは3年、トータルで7年ですね。7年田んぼの話ですね。空港言うてここで音楽入るんですか。田んぼ言ったらまだ2年目のペーペーですね。ペーペーですか。はい、2年目。そうですね、2年目ですかね。2年目。いや僕もね、田んぼ言うたら3年目ですか。3年目ですか。から本当そうですね、毎年のようにやってたら。そうですね、僕の目標としては、はい、株式会社 G ウォールファームを作ること。 G ウォールファーム、株式会社 G ウォールシステムで、株式会社 G ウォールファーム。ああ、いいですねそれ。まあ、そうですよね、シーズンも限られてる中で練習ができんのが痛いですよね。できんですね、本当ぶっつけ本番で毎年毎年。今日も外周を2周回った植え方でトライしたいと思います。はい、まあ今日は、まあ、一応現場っちゃ現場で、現場じゃないっちゃ現場じゃないんですけど、まあちょっと暑い中の1年ぶりの農業なんで、まあぶっ倒れんように美味しいお米を作っていきます。行ってみましょう。回ってます。ちょっとわかんないっす。